今日は洗うとこから始めたので、音聞こえた？え、なんか聞こえました？音音でみんなすごい話してみて。オンライン話し会は久々すぎて。じゃあトンじゃあで話。今日はね、グッドナイト、グッドナイトっていうあれにしてきた入浴剤。グッドナイト。なんかよく眠れるやつ。あと最近はお兄ちゃんのお嫁さんがアユーラどっちだの入浴剤をくれて、それに最近ハマってます。あれめっちゃ好きなの。あれいいよね。なんかいつも面倒見てくれてありがとねってくれた。腰が痛いというか、今日さ整体行ったんですけど、本当に腰痛すぎてばあちゃんかと思った。兄貴の面倒見てるのね。姪っ子の面倒見てるの。ん？私も兄ちゃんの面倒って言ったっけ。そう田中みな実さん使ってる。そう、緑のやつ使ってます。匂いめっちゃいい。で、私乳白色も結構好きで、色のとても好きです。ゆっくり浸かりますね。そのどっちじゃなくて、どっちのお兄ちゃんだったか。直樹。ゆっくり浸かってきます。なんか生誕祭最後まで見終わってないから、すごい不完全燃焼って感じする。今お風呂が沸きましたで終わります。明日はごちゃです。そうだ、明日ごちゃだ。久しぶりのごちゃ緊張します。頑張ります。体
仮眠取る時間あるかな明日。夜更かしの日ですね。夜更かしも久しぶり。うん、最近めちゃめちゃ早寝してるから。昼間はやることあるの？お話し会終わりですか？お話し会って何時に終わるんだっけ？1時半とか？1時半か。で、2時とかでしょ？会場出るの。夜更かしに緊張するっていうか、なんかラジオもだけど、朝の4時半まで5時まで起きるという事実に緊張する。起きてられるかもそうだし、その後また体調をぶり返さないかに緊張する。頑張ります。そう、翌日がね、緊張しますね。一応はゆっくりできないんですよ。緊張する。そしてそのまま月曜日があれです。あれ、わかんない方、まだわかんないから何もないです。何でもなかったです。ヤクルト1000飲まないと。最近ヤクルト1000なんかよく見るよね。いや、月曜わかんない、決まってなかった。いや、言っちゃいけないとかじゃなくて、決まってるか分かんなかった。なんでもないです。そろそろビジュアル撮影やるのかなって思ってるけど、どうなのよ。何のビジュアル撮影？え、次の舞台？ん、何のだ。ん？もう撮ったよ。舞台のビジュアル撮影はもうだいぶ前に撮った。撮った。あれ？そう、新しい私が的なメールを送りました。そろそろ順位見ますかね。今日のみんなの晩御飯は何ですか？これから餃子をいきます。いいですね。最高。なんかいい肉の牛丼、マウントのつもり。それは最高。いい肉の牛丼ね、いいの。海鮮丼最高。
うん、私はもう寝やすオムライス、昼オムライス食べた、うん、ウーバーイーツで食べた。美味しかった。えラーメンは食べたよ夕方だから、昼オムライス食べて夕方ラーメン食べたの。だから今日はキュッてしました。えだから食べる時間をキュッてした。やばい、オムライスとラーメン食べたよ。何よみんなして、オムライスラーメン餃子字に表さないでよ。何よあ、え、ミソルルイルチマラヤワとかアプサナーさん、おーありがとう、カムサムリナーアレマニエよ、嬉しい、お久しぶりってオレマニエよかな、カムサムリナー。